実験大好き MNL です。今回の話題は期待度マックス市販アンテナ、設置すると SWR が高くて困った方も多いと思います。チューナーで調整、結果オーライ、本当にそのような方法問題ないんでしょうか。判断を間違えますと電波が飛ばない、面白くない、よくあるパターンだと思います。後半ご視聴者様からご質問いただいておりますモービルホイップの問題、回答させていただければと思います。今回のこの内容、釣り竿アンテナはチューナーとセットでね、一つのアンテナとなっておりますから除外させていただければと思います。詳しくはこちらの方の ATU 専用エレメントの方でね、詳しく説明させていただいております。 SWR 高い、良い事例。 SWR がね高いからって言ってね、問題がある場合、問題がない場合があります。まずはね、問題がない場合をねご紹介いたします。よくありますのがね、まあ、最近でしたら皆さんアンテナ小さくする必要がありますから、単色率の高いアンテナ、特に人気の斜めがあたり使っておりますとね、こういうようなねパターン多いと思います。バンド内にね共振点カーブはあるんですよ。ただしそれがね、まあ、狭すぎると、よくあるパターンですよね。ストーンと落ちてるんですけどね、バンドの端に行きますとね、SWR が高くて、まあ、使えないと。こういうようなパターンはね結構多いと思います。ここでのポイントはね、共振点ですよね。 SWR の下がっているところがあると、最低点がねちょっと SWR が高いと、まあ、こういうのもねよく見かける事例だと思います。こんな事例ですよね。ここだとね1ですから気分がいいんですけどね、まあ、こんな形ちょっと上の方にね持ち上がっていると、一つの目安、これ絶対大丈夫ともね言い切れないんですけどね、まあ、最低点がSWR2 程度だったらね、もうこれはもう仕方ないと。下げれるようでしたらね、もっと下げた方がいいんですけどね、アンテナの調整ってねできないやつも結構多いですからね、どうしてもね調整しても下がらない、こういう場合はねもう仕方ないと思います。この辺はねメーカーさんのアンテナの取説にも書かれてると思うんですよ。まあメーカーさんのアンテナ一番いい条件で測定されていることが多いんで、意外とね自分の設置場所にあげますね。この SWR の最低点がちょっと持ち上がると、もう確かにね気持ちは良くないんですけどね、こういう事例はねよくあると思います。共振周波数がね判別できるかどうか、これがね SWR いい悪いのね一番のポイントだと私は思っております。自由にね調整できるチューニング回路があればいいんですけどね、メーカーさんの場合はこういうチューニング回路が内蔵されておりましてもね調整できないやつが多いです。まあこういう場合はねアンテナ自体に問題ありませんので、ぜひともねチューナーをね積極的に使ってね SWR 下げていただければと思います。 SWR 高い、悪い事例。 SWR 高いのは良くない、もうこれは皆さんね気持ち的にはよくあるパターンだと思います。共振周波数がもうわからないような状況、これはねかなり問題抱えていることが多いような傾向です。こんな形ですよね。いろんなアンテナ使っておりましたね。確かにこういうカーブあるとは思うんですよ。確かに正常に動いててもカーブあると思うんですけどね、アンテナのシステム自身がおかしい場合はね、ここがねちょっと異常に高かったり、どう見てもね全くねフラットみたいなこともね結構多いと思います。こういう場合はね意外と最近多いのが同軸ケーブルのコネクタ、同軸ケーブル本体が切れるってことはまずないと思うんですけどね、コネクタの根元がね断線してたり、また緩んでるってことが最近多いですね。昔でしたらね皆さん同軸ケーブルっていうのはハンダでねつけてたと思います。ハンダでつけた場合はねしっかりとハンダされておれば少々のことじゃ壊れないんですけどね、ハンダが不十分のためにねぐるぐる断線して回ってると。で最近多いパターンはね市販品ご購入いたしますとねかしめてると、圧着で結構ね同軸ケーブル固定されてるようなねパターンも多いんですけどね、そのかしめ部分がね緩んでしまいましてね断線したような状態っていうのも最近よく見かけます。コネクターのね周辺が断線してないのかよくご注意いただければと思います。一番簡単な方法はねアンテナを外してダミーロードをつけましてね、 SWR が1になればまあ多分断線はないと思います。そういう時のためにねダミーロードもご購入いただければと思います。であとよくあるのがねアンテナの組み立てを間違っていると、まあこれもよくあるパターンですね。むちゃむちゃ SWR が高い場合はねよく組み立て間違っていると。今回はね詳しい説明避けようかなと思うんですけどね、アースの問題、アースが効いてなくてもこれよく合うと思います。あとは設置環境、当然市販品のアンテナっていうのはね設置する環境を想定されてますからね、
想定外のところで使えますね。意外と SWR がね高くなっちゃうと、市販品のアンテナでもね設置場所の影響ね結構受けるような傾向です。少しでも怪しいと思った場合はね、チューナーを使う前に問題をね探していただくと、どうしてもチューナー使って下げてしまいますとね、問題の先延ばしっていうことになりましてね、根本的な問題がどっかにあると私は思うんですよ。確かに面倒は面倒なんですけどね、ぜひともね一手間二手間加えて原因の切り分けしていただければと思います。ご視聴者様質問の回答、この具体的な事例っていうのはね、ご視聴者様から50メガのダイヤモンド製の HF6CL ノンラジアルタイプのモーブルホイップをマンションで使ってるそうなんですけどね、ベランダへねそのアンテナ設置されております。 SWR がね高いのでチューナーを使うべきかとねご質問を受けました。スペック調べさせていただきました。エレメント長はねほぼマックスの 2.2 メーターっていうんですか、これ以上長くなりますとね走行時法律に触れる可能性があるんでね、だいたいメーカーさん最近これぐらいの長さのねアンテナしかね出さないと思います。短縮率もねこれ実際3メーターぐらいがフルサイズなんですけどね、半分ほども短縮してないんで、でなおかつアースの影響っていうんですか、ノンラジアルタイプのホイップっていうのはね給電部のインピーダンスを上げましてアースを不要にしていると、エンドフィードタイプのアンテナって言われてますからね、アースの影響はあまり受けないと、意外とね使い勝手がいいアンテナとされております。この短縮率でね50メガです。チューナーは原則使う必要がないアンテナだと私思います。まあ逆に言ってね使わないといけないような場合ですとね、どっかに原因が眠ってるかもしれないと、原因の切り分けがね重要だと思います。取説の方をね抜き出しさせていただきました。でこちらの方にね一筆書かれておられます。このアンテナにつきましてはベランダなどの設置条件の異なる場所に設置した場合には SWR が下がらないことがありますのでおすすめできませんとメーカーさん自身が書かれていると、マンションで使った場合はどうなるのかわからないと、ここは意外とねポイント高いと思います。まずね確認していただきたいのがね、モービルホイップですから車に取り付けると、車につけてねまずそのアンテナちゃんと動くのかどうか確認していただきたいと、こちらの方の動画でもねご紹介してるんですけどね、仮説でしたらね最近このようなねマグネット3個タイプのね機台っていうのが安く販売されております。まあぜひともねこういう機台を手に入れていただいて動作確認していただく、意外とこれもね重要だと思います。こういうね機台1個ありますね、14からね50メガフルサイズで楽しむことができるねホイップアンテナ設置することができます。このようなね大型機台1個あるだけでもね利便性全然異なると思います。本題のねアパマンの場合はテラスの周辺にねアンテナつけられると思うんですけどね、これね基本めちゃめちゃ環境悪いような傾向です。あくまでもねこれ私の経験則です。違う方もいると思うんですけどね、最近マンションのねテラスにこうまっすぐ上げている方多いと思うんですよ。この上げ方最悪だと思います。むちゃむちゃアンテナ影響を受けているんでね SWR 下がらないこと結構多いです。一番いいのはねこの状態でね2メーターぐらい突き出しますとね全然アンテナの動きが異なってくるっていうんですか、ここにありますとねやはり天井方向とかの影響をめちゃめちゃ受けるんですけどね、2メーターも外すとね横に動くこと結構多いと思います。ただ今のマンションで、ね、前に出すと怒られるっていう話があるんでね非常にやりづらいとは思うんですけどね、昔は皆さんこうやってね前に出して設置してた方も多かったと思います。もう一つはねアンテナを寝かせると、場合によりましたらね30度ぐらいの角度でね前に突き出すと、こういうやり方もねやっぱ影響大きいと。垂直系でね設計されたアンテナを水平で使いますとね共振周波数が結構ずれることが多いです。まあ再調整すればなんとかなるだろうっていう話あると思うんですけどね、かなりずれてる場合はねやはり測定器がいると。このようなアンテナアナライザーとか最近でしたらねナノ VNA という測定器がないとねなかなか手の打ちようがないと思います。メーカーさんのモービルホイップってね調整の城が意外と小さいんで、実際の手間を考えますとねもう固定方法自身を見直していただきたいと、であとは場所も考えていただきたいと、もうそれでもどうしようもない場合はねぜひともアンテナを変更していただくのも一つの方法だと思います。50メガでしたらね自作した方がね意外と飛ぶことが多いですね。まとめの方させていただきます。 SWR が高い場合の要因分析の重要性についてね説明させていただきました。どうしてもアマチュア無線化って数値気になると思うんですけどね、一番重要なのは数値じゃありません。カーブ、どんなカーブを描いているのか、
ここをね、重点的に確認していただければと思います。原因分析、これを十分した上でアンテナ自身ね、大きな問題がない場合は、今の時代はね、もう上手にチューナー使っていただきたいなと思います。昔でしたらね、マッチング回路を3に改良してね、下げましょうっていう話あったと思うんですけどね、最近はね、もうこのチューナー自身ももうマッチング回路だと思います。下手にね、アンテナ本体触るよりはね、無線機本体に内蔵されたようなチューナー積極的にね、使っていただいた方がいいと思います。詳しいことはね、 CQ4 の5月号、こちらの方の動画でもね、内容を簡単に説明しておりますけどね、こういう雑誌の方を見ていただければね、詳しい応用事例多数ね、紹介されております。でやっぱりアマチュア無線の世界ってね、妥協も重要だと思うんですよ。チューナー使うことにね、抵抗ある方も多いと思うんですけどね、ぜひともね、妥協していただくと、そこまでこだわる必要はね、もう今ないと思います。ぜひともね、アマチュア無線を楽しんでいただくために、こだわりを捨てて豊かなハムライフ楽しんでいただければと思います。おそらでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。